はい、皆さん、ちょっと日を改めてしまいましたけど、アルディライトフットなんですけどね、ちょっとね、夜やってたんですけど、もう眠くなっちゃって、一旦パスワード取って終了しまして、はい、朝になりました。で、今からね、挑戦、アルディライトフットエンディング向けてね、もうあと残りステージ、残りステージは少ないと思うんですけども、じゃあ続けていってみましょう。はい、じゃあ早速やっていきましょう。はい、じゃあね、スタートしていきましょう。で、これタイトル画面に今来たんだけど、パスワードね、入力します。確か、ちょっと待ってね。で、風船に、チェリーと。はい、これで いけましたね。シーン11からスタートということでね、なかなか面白いパスワードの入力だね、これ。ねえねえ、今日ちょっとね、声がちょっとガラガラしていくのよ。なんでかっていう、多分昨日喋りすぎたのかな。シーン11、2位な。ここ難しかったんだよね。まあ、頑張っていこう。ねえ、ちょっともう、頑張りますよ。ねえ。今日、午前中にね、終わって、午後からちょっとね、事務所に行かなきゃいけないから、頑張ってやらなきゃ。ここに置いといたら勝手に来るから。キノコで死んじゃったんだよね、確かね。あ、かわいい持ってる姿。頭に乗っけてる感じ。あ、こっちは振り向かないんだ。いろいろリアクションあるんだね。置いといたら勝手に多分持ってくれるんだよ。持ってくれないやん。ないわ。ダメじゃん。とにかくまずこの魔の11面をクリアしよう。だいぶハマってるぞ、ここで。これ難しいぞ。やっつけちゃうからね。早くおいで。ちょっと、あ、危ない。よいしょ、よいしょ、いけた。初めてよし、初めていけたよ。あれ多分ね、後ろの背景に見えたのがね、ボスの城だよね。さあ、お、いいのだ。あ、来た。あの狐かどうかわかんないけど、なんか置いてあるんだよね。これね、記憶あんまり、こうやって跳ね返すの。これを覚えてる。あ、死んじゃった。死んじゃったよ。今回ペックがいるからね。こうやって跳ね返すとこれ倒せたはず。ほら、簡単で、簡単だったような気がする。いて、あれだけ簡単だと思ったら難しい。この意味あり、危ない。この意味ありがいに置いてあるこんな鏡があったらね、誰でも使うだろうね。あ、これちょっとむずいぞ。意外と、あ、やばい、ゲームオーバーになっちゃった。あー、やってもうた。やっちゃったよね。これ、ちょっと待って、攻略法は分かってんのに。やばい、やばい、奇数が残り少ない。あ、やってしまった。やってしまったよ、ここら辺か。何発当てがいいんだろう。もうさっさとくたばってよ、これ。危ない、危ない、ここだ。よし、倒した。これはもうアンチがあるっていうね、アンチなんだね。昔のゲームになりがちな安全地帯。まあ、雑魚が来るけど、結構簡単だね。はい、下に落ちました。ドン・ジャコビー2体。ドン・ジャコビーってあの冒険家の人だね。あれ、爆弾ない。ちょっと待って、これどうする。あった。
かいいな、サーフ飛び。めっちゃ運動神経じゃん、あの人。なんかステージ1に似てるね、これ。滝だ。あ、ワンナップがこれ。あ、落ちた。罠だね。罠だね、あれ、明らかに。なるほど。すごい、死体が。わ。まあでも簡単に戻れるからいいか。これもう降りない。そのまさに、あ、いけない、降りなきゃダメだ。ジャコビーが来たりしないよ。来ない。よし、行こう。下に降りるぞ。あー、痛いな、もう。ペッキーいなくなっちゃった。よし、中間地点。ペックのね、存在大きいよ、これ。よいしょ。宝箱どっかいないかな。増えた、貴重な息増えた。何もないのかな。引けば何かあるとかないの。あ、ないよ。よいしょ。宝箱は全然ないんだけど、なんでなんでと言われてもそれは仕様ですか。なんか怪しいね、これ。なんかあるから、これもどう見ても水がせり上がってくるっていう感じの仕掛けにしか見えないんだけど、ちょっと待って、これどうするんだろう。さっきのなんかあの、いっぱいブロックあったとこが、あれ、これなんかあるのか。階段にして登っていくとこある。まさかの、やっぱこうだ。あ、で落ちるしな。あ、宝箱あった。はっはー、なるほど。これで線抜くのか。あ、これ空を飛べるペックになったけど、これあれ違う、これ岩を破壊できる。いやー、すげえ。なるほど、ペックが岩を破壊できるようになるんだ。つえ、これで行けなかったところ行くのか、どんどん。なるほどね。行けなかったところ全部行ってみよう。あった。あともう一個だよね。ちょっと下降りてみるか。ここだ。きっとここだ。ここに違いない。あった。よし、これで行けるはずだ。ペックが超強い。ほら来た。予想はどう？入った。よし、お、最後の仕事っぽいぞ。これはいけ。海賊船も来た。なんか変な旗がついてるけど、あ、アルディの旗か。もう敵が味方になってるから、この袋かっこいいな。味方になってくれてる。アルディの旗がつく。海賊船乗っ取ってってか、ほら、ビスコンティジョ、ラストステージだね、これ。こっちに行ったら何かない？何もない。さあ行こう。じゃあ、慎重にね、最後の、お城。何もなかった。さあ、いよいよラストステージですよ。うわ、危ない！なるほど。あ、これ何乗れるんだ。これ何かありそうだな。乗って上に上がってるとか。ない。あ、痛い痛い。距離感が。ちょっと待った。タイミングだね。よいしょ。これなんか嫌に乗ってなんか行きそうな気がするんだけど、やっぱりそうだよね。そんな気がしたよ。あか、むずい。これはむずい。あ、そりゃねえぜ、そりゃねえで。マジかよ、今のひどいな。ちょっと待って、これタイミングが分かんないぞ。飛んだ。あ、むずいか、おい。
まあ、ここが難しい。いや、勝ち取りから。勝ち取りから。勝ち取りから。いやいや、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 いショージャンプ。ついしっぽジャンプしちゃうんだよね。ジャンプするとボタンを押したくなる削減。サガ。あ、もうまたほら。ダメだ。ボタンをグッと押し込むと、いらんジャンプになっちゃう。一回かボタンが手離さないとダメだな。集中するぞ。乗ってないの？頼むよ。大きく飛んで。タイミング鬼すぎる。のかなこれ。あの一気にの雑魚がね、すっごい嫌なやつなんだよ。タイミングがやばい。そこ慌てないようにね。でもね、こっちに迫ってくるからどう考えてもね。いけたー、いけたよー。あ、やった、一人進んだ。じゃあ、はい、沼、ちょっと待って、ちょっとポーズ。まあ、とりあえず、ここを進んだから、あそこに戻されることはないけど、すっごい難しかった。ちょっとこの先もこれ、あれなのかな。ペックがパワーアップした。飛ぶのか。なるほど。はい、はい。もう、これ。あ、でも無限に手に入るペックだった。行くぞ。慎重にね。ここで補充できるのか。かなりゆっくり行ってもダメだ。ゆっくりじゃダメだ。やばいやばいやばい。ちょっと待って、早く早く。あー、危ない。落ちるね、橋かも。ここまで行ければ結構は何回でも蘇るけど。あ、ダメだこれ、ダメだこれ、絶対無理。これハマりじゃない？おい、ハマったね。ハマったよね、これどう考えてもね。はい。うわー、これ一発。一旦降りて、これでもっぺん行く。ささっと行く。行けたい。ちょっと待ってよ。ちょっと待って、これ間に合わないよ。ちょっと待って、これ間に合わないって。飛んで、いける、あ、だもう引っかかったいやー、サクサク進みたいんだけど、そう簡単にはいかない。うまく斜めに移動すると絶対針に当たるから、
げえ。慎重に行こうぜ。行くぞ。あ、ダメ、これダメ。ちょっと待って、なんか上にも道があるけど。準備できるのか。行くぞーい。おお、ああ、ああ、やばい、やばい、これ、そりゃ、ちょっと待って。危ない。ここは今やり直し切るからいいよ。この、やがれた時のね、無敵時間は本当大事なんだ、このゲーム。ギザギザに行かなきゃいけないのはダメだ。ダメだ。これ難しい。あれちょっとやらしいな、タイミング、かなりねシビアだね。ここまで行けばよしか。さあ次だ。でももう地面があったら一旦降りるわ。よし、余計なことはしない。え、短っ。ちょっと待って、もうないよないよ、ペックが。あ、いけた、めっちゃギリギリじゃん。これいけたでしょ。よっしゃ、ラスト1機だけど、第3の間どこまで続くの。まあまあ一応コンティニューポイントだからね。うん、キラキラしてるな。え、早、ちょっと待って、え、ちょっと、あ、これ何、強制スクロールか、上への強制スクロールか。でも飛べん、なんかジャンプができないのよ。どうしたらいいんだこれ。これ乗って、これジャンプができないんですよ。ここ、あの顔が終わってからか。ね、これでもなんか絶対どっかに障害物あるよね。あんまり乗せると落ちちゃうね。なるほど。これはでもどうせあかん、しっぽジャンプか。いや、だいぶこれは、ジャンプで構えて、それ、見えてる足場にどんどんどん飛び移っていかないと、やばい、あ、やばい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 、それ。あかん、ダメだー、いい、何これもね、テンポよくいかないとダメだね、これ。これで行くと、どんどん行って上に行って、で、これで、よいしょ、早く、よし。あー、もうバカバカ、もう何やってんのよ。溶けちゃった。あー、もうやばいです、やばいですよ、これは。ガクガクガク、だいぶね。あ、このステージはむしろペックはいらないんだろうけど。しっぽジャンプ、しっぽジャンプ。
着いて、ゆっくりとか大丈夫だからね。よしよしよし、最後っぽくないかい。シーン16第4の間に来ましたよ。あ、ここ強制スクロールです。強制スクロールだ。ちょっと待って。お、あ、綺麗。何、あ、映ってるよ。うわ、ここここやば、見えない。おーっとっと、スクロールだけど、うわ、あ、これは難しかった。ビー、うおー、ちょっと待った。え、ちょっとどうすんの。いや、むず、ちょっと待った。これはあれ、ちょっと大ジャンプか、常に大ジャンプかな。で、結局は、ね、強制スクロールだから、画面の端に行ってもダメ。あ、待って、飛ばなくてよかった。地味に難しい。常にこれだね。よいしょ、やっぱりそうだ。常に、うわ、終わった。まだある、まだある、まだある。綺麗だけど、よいしょ、あれ、一瞬にいた、なかった。あ、うん、これ難しい。開いた。え、なんで死んだ。ちょっと待って、なんか死んだよ。なんで死んだかが今謎。ちょっと待って、よいしょ。ちょっとカメラの位置が悪いような気がする。よいしょ、これ飛ばなくていい、飛んじゃう。よいしょ、よいしょ、よいしょ、いた。ちょっとなんか、なんで死んだのかわからないんだけど、あれ、なんかこれちょっとなんか違うぞ。あれ、なんか下に映ってる矢の数と上飛んでる矢の数が違う。よくわからん。あ、ちょっと待って、これ難しい。ちょっと待って、ポーズ。これもし、なんか鏡が映ってんだけど、上に飛んでくる矢と鏡の 矢の数が違うのよ。鏡の中に渡り込むがあるのか、これは。もしかして。なんかそんな感じだね。ってことは上下を見てないとダメってことか。難しいね。あ、やばい。あ、やばいよ。ちょっとこれは難解です。違う。ってことは、これやっぱり、ほら、矢の数が違うもん。鏡の中の、鏡じゃないけど、下のあれにも当たってダメなんだ。やばいやばい。なるほど。上をかわしても下の影というか映ってるキャラも当たったら死んじゃうんだ。そんなバカなって話だけど、これは難しい。これは難しい。飛んでかわしてジャンプか。焦がない、焦がない、ゆっくりやって。よいしょ、体だ。あー、やばい。あー、やってもうたよ。あー、かん、これは難しい。これを越えて、この後か、違った。あー、やっちゃった。いや、これむずいわ。ちょっと待って、これダメだよ。ちょっと待った、早い。
こっからだぞ。問題はこっからだ。下をしっかり見て、しっかり見て、しっかり見てよ。あ、おめで、何？知らなかった。これはこれでいけるはず。あ、バカ者、バカ野郎、何やってんの、もうバカだね、もう。あー、もうがっかりだよ、自分にがっかりだよ。相棒、頼むぜ相棒。さあ来たぞ。ここからがやばいんだよ。難しいよ。あー、もうやだ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 。初めてだ。お、やめて、危ない、危ねー。おー、これ、これ、いけた？いけた？もう、ね、ないよね。なかった、いけた。よし。対決、これ、もしかしてラストバトルか？あー、きついわ、これ。よし、いけたぞ。あ、じっちゃんだ、じっちゃん。名前知らないけど、じっちゃんだ。あー、お願い。これ、ちょっと、難しい。よし、行くぞ。あの、フクロウさんだ。かっこいいフクロウさんだ。いいやつだ。なんか最後助けてくれそうな感じがする。よし、頑張ろう。てか見守ってないで助けに行くな。あらららら、お、え、なんでこの女の子はさらわれたの。何も説明がないからわかんない。おい、何も説明、これがラスボスだな。よし、ブサイクだね。まあボスというのはね、えてして、あ、いた、は、ちょっと待って、これどうすんだ。ちょっと待って、ちょっと待って、いや、ちょっと待って、いや、待って、これ、え、いやいやいや、難しい、いや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 、ちょっと待って、どうやって倒すんだ、あれ。マジですか。これ飛ばせないのか、これ飛ばせないのか。攻撃できないの？どうやって攻撃するの？ここで跳ねてダメか？あ、いた、ダメだ。攻撃方法わかんない。こっからもうちょっと、でももういいじゃん。毎回見なきゃダメなのかこれ。うわ、かなり面倒だぞこれは。これはヒントじゃないのか？ヒントじゃなさそう。ここでかわせるといいけど、ここがなんか穏やかなんだよ。どうすりゃいいんだ。いた、あ、ダメだ、当たる。わかんないぞ。うわ、泣きた。あ、なるほど、そういうこと。あ、やられた。ちょっと待って、これどうやって倒すの？ちょっと様子見てみるか。これに乗るってことはないか。違うな。うわー、ダメだ、魔法を炎症してる。あ、当たった当たった、あ、当たった。やっぱそうか、あのタイミングで。もう、これは、いやー、わかったわかった。耐えればいいんだ、最初は、とにかく。あ、あかん、これちょっと待って、タイミングは難しいんだけど、くっそ難しいんだけど、タイミング。あー、もうこれ強っ。これちょっと待って、マジやばい。間髪入れずにゆっくり、ダメだった。魔法、いや、
これちょっと待ってね。やばい、ラスト1機だ。これで2、あれやられてる。あかん、攻撃できてない。なんかないかやり方が。跳ね返すだって跳ね返すようなものないしな。あのジャコビーが乗ってきた機械が何かないのかな、あれ乗り物ね。なんか進化できないのか。あれに乗って上空から攻撃するんじゃないのかな。ちょっと無理があるもん。あ、何これ。え、ちょっと待って、初めて気づいた。何これ、え、ちょっと待って、なるほど、これに乗ってると、あ、飛んでる飛んでる飛んでるじゃん。ちょっと待って、今何した。ちょっと待って待って、なんかマントみたいなのしたよね、あれ何。ちょっと待って、え、あんな攻撃。ちょっと待って、今なんどうやったんだ、どうやった今。あれ、ちょっと待って、どうやった、これに乗って。これで攻撃してるよ。これで攻撃するんだ。どうやって発生させるか。どうやって発生させるかわかんない。説明書に書いてあるかな。あ、何回か飛んだら、さっきのマントみたいになるんだ。あ、上をずっとしてるとこうなる。これで隠れるんだ。なるほど。ははは。これ3回踏んだら飛ぶ。こうやるんだ。オッケーオッケーオッケー。わかったわかった。なるほど。ああ、分かった。なんとなく分かった。なるほど。そうするのか。これ上を押しっぱなしで隠れれるんだ。はは、今頃気づく。いや、今頃その機能に気づく。それダメ。よく今までじゃあやってきたね。これ重要だったんじゃないの、もしかして、すごく。まあまあ、最後で気づいてよかったか。説明書はやっぱりよく読まないとダメだね。
待て待て待てお前このタラコ唇タラコ唇タラコ唇タラコ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 唇さて皆さん、今ねビスコンディラスト、もう乗り物が壊される前の状態でペックがいる状態、乗り物が壊される状態でペックがいる状態でポーズしています。まあ勝負ですね。もうこれで決めたいですね。よし、じゃあ気合い込めていきましょう。はい、いい感じでタイミングが、これでここで、あ、いいよいいよ、だいぶいいよ。よし、ピックがいるから、よし頑張れ。あ、当たっちゃった。もうちょっとだと思うんだけどな。よっしゃ、いったんじゃないか、これはやったんじゃないか。やめてよ第二形態とか、本当に。よしよっしゃ、倒したぞ、いいぞ。よし、もういないだろう、まさか。お、祈ってる、かわいい。あ、ね、かわいい。え、ちょっと待って、やめて。あ、ジャコビーが出てくるんだね、これ。なるほど。来た、生きてた。ドン・ジャコビー。こいつ、いいやつだね。よーし。お、これ、石で。あ、なるほど。ニーナがお亡くなりになって、7つ集めた石で命を吹き込むって感じかな。お、綺麗だな。妖精が出てきた。まあ、本当はドラゴンボールだよ。なるほどね。そういう展開ね。ああ、でもよかった。多分クリアできたよ、これで。ほら、ニーナが復活して。ね。石でニーナに命を戻したっていう話だね。よし、ドン・ジャコビーずっと見てるけど、あ、でもそのよくあるような抱き合ったりキスしたりはないんだ。まあ人間の女の子と獣だからね。そして船に乗って帰るわけですね。あれ、でもあの宝石が返してんのか、持ってた宝石を。袋はいいやつだったね。これね、なんかね、あの海賊旗のアルディの旗がね、何のキャラって思ったら、よーく見たら多分アルディなんだよね。エンディングがこの例で流れてくるのかな。返してるんだね、そのそこにあったところにね。よしよし、無事クリアできたよ。じゃあエンディング、どうぞどうぞ見てください。
長かったな。何時間かかったかな。多分トータル時間で言うと5、6時間かなっていう感じがするけど、もうちょっとかかったか。 7時間ぐらいかな。はい、海賊船降りて帰ってきました。はあ、ピラミッド2個の石を返しに来たんだね。お家に帰ってきた2人だけど、うん、かわいいゲームだった。これはね、いいゲームだよ。いいゲームだけど、thank you.
皆さん、RD ライトフットの方、攻略完了です。はい、無事にね、エンディングまでたどり着きました。なかなかね、前半はサクサク、難しいと言いながら言ってたけど、それほどね、詰まることなく後半まで進めたんだけど、後半が急に骨太さほどになります。特に最終ステージに入った最後のビスコンティのお城に入ってからの難易度がぐーんと上がって、まあ結構やりごたえのある内容でしたね。で、これエンディング見てください。To be continued って書いてありますけど、続くってことですよね。ただこれ続編は出てません。ね、続きませんでした。アスキーさん。なんか、これはね、僕、嫌いなゲームじゃないんでね、リメイクとかまあないでしょうけど、できたらね、続きとか作ってほしかったね。で、ゲームの内容、先ほどちょっと言ったけどね、ゲーム中でもちょっと言ったけど、雑魚の数が非常に少ないんですよ。わーっていっぱい出てくるようなことはなくて、画面上に本当に1体2体、ちょろちょろいるぐらいなんだけど、仕掛けがね、結構癖のある仕掛けで、で、これ操作性もね、若干ちょっと癖のある動き方をするので、その辺がストレスになるんじゃないかなと思うゲームなんだけど、全体的に、爽快感はないものでまったりと楽しめるゲームなのかなと思いました。はい。で、キャラクターも可愛いしね、アルビーくん、とても可愛い。キャラクターなんですね。ぜひみんな機会があったらやってみてください。はい。では皆さん、今回タレミミアワーズの番外編になる、番外編じゃないかな、タレミミゲームズというね感じでね続けていこうと思いますので、第1回目 RD ガイドと終了です。はい、皆さん最後まで見てくれてありがとうございました。ではまたね、見てください。次はね、メガドライブのソフトに挑戦しようかなと思ってますので、よろしくお願いします。古いゲームばかりじゃなくてね、新しいゲームもやってきたらいいかなと思うんですけども、どうなるか分かりません。とにかく第1回目無事終了ということで、2回目も見てください。じゃあ皆さん、さようなら。またねー。